この神奈川県という地は山があり、川があり、海があり、そしてこの横浜のように、そして私が生まれ育った川崎や相模原のように大都市もたくさんあります。他方で真鶴のように人口減少が進む、そういった場所もあります。日本の縮図のようなこの神奈川県を良くしていく、これを国政の場でしっかりと叶えていくことが、この日本を良くしていくことにつながる。私深作ヘッス、皆様のお力を借りて多くの人に出会い、多くの人に思いを伝え、必ず私たちの世代、そして今聞いていてくださる皆さんの声、働く仲間の声、今目の前で苦しんでいるそういった人たちの声を国政に届けられると信じています。アーティストが路上でライブをするように、私たちも全ての人に届けと思って、私たちの魂をちぎって配ってる、そんな思いで皆さんにメッセージを届けています。今マイクを握って話をさせていただいた深作ヘススもその一人です。ワシントンの日本大使館で働いた経験もあります。そしてアメリカの連邦議会、日本の国会で働いたこともあります。外交のエキスパートです。ロシアがウクライナを侵略し、そして日本を取り巻く安全保障環境もこれほど厳しくなっている中で、今こそ外交が大事なんです。外交安全保障の経験と素養を持った深作ヘッスな人間こそ、今の国政に皆さん必要なんですよ。本日は本当に多くの方にお集まりをいただいて、この街頭演説会を開催できました。私本当無名の新人としてできること、それは言葉で皆様に伝えていくこと、私が考えるこの政治の在り方、そして国民民主党がどういう未来を作ろうとしているのか、これをしっかりとお伝えをしていって、どん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 と仲間を増やしていく、これを今後もしっかりと続けていきたいと思います。人づくりこそ国づくりだと、ここをですね強く我々は強調して、本当に日本をですねもう一度輝く国に、世界に誇れる国にしていく、その思いをですね共に固めてですね、これからも訴えていきたいと思います。熱伝導で頑張るぞ。